浦船水道橋は神奈川県横浜市南区の中村川に架かる歩行者専用のトラス橋である。現存するピン結号のプラットトラス形式の道路橋としては最古のものである。元橋のトラスは1893年に神奈川県議士の野口義重の設計によりイギリスのシェルトン社製の鉱材を使用して堀川の西の橋として仮設された。 その後関東大震災の復興事業として、1927年に西の橋の上流の中村川の沖縄橋に転用された。首都高速神奈川3号仮場線の高架橋建設に伴う護岸改修工事に合わせ、1989年に以前、どんどん橋と呼ばれた人道橋のあった位置に移設された。西の橋として使われていた当時より規模は縮小されている。 左岸は南区浦船町2.3丁目、右岸は道中村町3丁目となる。トラスは朱色に塗装され、路面は板張りとなっている。中村川直上には首都高速狩場線の高架が通り、左岸には横浜市立大学附属市民総合医療センター、右岸には神奈川県埋蔵文化財センターや神奈川、考古学財団本部、 横浜市立中村小学校などが近くに所在する。1991年には、同じ中村川の吉野橋、掛け替え後の西の橋とともに、神奈川の橋1 0 0に、2000年には横浜市認定歴史的建造物に認定された、道場橋浦船水道橋、三好橋から、ありがとうございます。